こんにちは。今日はですね、川に打つ焼き印ですね。わかりますか？僕の屋号、ミッドノットって言うんだけど、その焼き印について、ちょっと説明しようかなっていう感じですね。で、今作ってるのは、パイプキャップって言って、パイプですね。パイプにこうキャップをこうするわけですね。で、皮こうやって曲がるんで、こうやってですね。こんな感じで、ね。で、使うんです。で、これは、年内にちょっと取引先さん、関東のね、4店舗ぐらい卸させていただくんですけど、それのちょっと納品がもう半年ぐらい遅れてて、一生懸命使って、ちょっとテンション上げるために、ビデオも撮ろうかなって感じでね、いい迷惑だって感じなんですけど、で、どんなことをやってるか。それをちょっとお知らせしたいと思います。言った本人がね、気が済むだけだからね。これ見ても見なくても、たまたま見てね、すごいなと思っても、流してもらっても、5秒ぐらい、見てね、別にチャンネル登録しなくても別に構わない。ただ自分がこうやって、こんなことしてますよっていう、自分に対しての、なんですかね、ブログみたいなもんですね。それではね、最近ね、ちょっと動画撮り始めてね、いろいろトイガンとか、昔はね、フィッシングのプロもやってたんだけどね、あと、喫煙具のプロフェッショナルもやってて、大手さんだとね、日本最大の大手さんからもスカウトが来たりもしてましたけど、このパイプキャップも、元は JT からね、販売してたんですけど、今はちょっと社長が変わっちゃった関係でね、取り扱ってないんだけど、どうしてもリピーターが多くて、非常に多いらしいですね。で、世界中にリピーターがいるんで、そうですね、僕が卸したのは、この間イタリア、あとドイツ、あとスウェーデン人かな、あと、LA、店頭販売は LA で、LA の、ね、ダウンタウンで、LA というのはアメリカのロサンゼルスですね。店頭で売ってますと思います。輸出してるんでね。日本では、今後、千葉の大越さんと、三鷹の三輪さんと、東神奈川の鈴江さんと、新宿の加賀谷さんですね、に、卸します。なんだっけ、まあこうやってね、半田御殿の先、これですね、半田御殿の先にこう、僕のこのロゴが書いてあるわけですね。ロゴが書いてあるというか、これ、作らしたやつ、これね。作らした。で、半田はこういう、半田御殿はこういう、コントローラーで、調整すると。で、ちなみにこのコントローラー、半田以外には使わないでくださいね、これね。電圧をコントロールはするんだけど、半台以外に使うと壊れます。ちょっと、ね、体が映っちゃって、申し訳ないけど。で、ちょっと焼けすぎだなとか、そういう時は、コントローラーで、ね、調整するわけですね。で、長い時間やらなきゃいけないんですよ、結局ね、これ。で、ほん、あの自分でちょっと、言うのもあれだけど、本当に1万個作ったんですよ。よく1万個作ったなと思って、このね。で、これ、焼き印押す作業もすごい難しいし、この円の中に円が打ってあるんです。これは手作業じゃ不可能なんですね。不可能だけど、工場ラインとかないんで、どうやってじゃあ手でこうやって打つかっていうと。で、専用の工具を考えて、それをマシニングで専用の工具を作らせて、ポンチをですね。それで、なんていうかな、打ち抜くわけですね。ちなみに、一発、これ1個打つのに0.5秒の速さで打つ計算ではもう打てるんですけどね。そこまでにたどり着くのにすごい時間かかる。で、あとこういう漆の玉ですね。これも前動画があったかな。これも時間かかる。これも時間かかる。で、最後にこういった製品になるんですけど、こうね、焼き印を打って、この結び方。この結び方はおそらく普通の革職人もできないんじゃないかな、この結び方はね。同じとこから2つ出てるんですけどね。2箇所。こう、あ、2箇所、1箇所ね。1箇所から 2本出てるんですけど。で、これ動くんですよ、こうやってね。
動くんで、こうやってね。これが製品になったもん。で、パイプにはめたらこうやって曲がって、どんなパイプにも合います。世界中のどんなパイプにも合います。なので、今まで、ね、パイプの歴史150年か200年ぐらいの間でね、パイプっていうのは、こういうね、見たことあると思うんですけど、この蓋がなかったんですね。蓋、それを僕は、まあ、発明しちゃったわけですね。はい。で、まあ、皆さんにお使いいただいているということでね、まあ、なんとかなんとかね、他のことをやりながらこれをやってるんですけど、もう、さっき言ったかな、オーダー受け、半年ぐらい前にオーダー受けたんでね。それで、夜勤は非常に暑いです。暑いんで、まあ10個ぐらいだったら素手で打てるんだけど、革のね、手袋をします。革のね、本当に暑いですからね。で、これアルミプレートにこうやって並べます。これね、アルミプレートに並べて。こうですね。で、アルミは放熱効果が高いんでね。で、こう、スコヤっていう建築工具ですね。これで、垂直を取るわけですね。垂直を取って。向き間違いない。こうやってね。こう、ぶれるわけですね。だからこれで押さえて、垂直を取るわけです。で、さらに、垂直を取って、水平方向もね、取らなきゃいけない。で、押す前に、まあ、こう、夜勤をね、こう押して、こう、焼け具合をこう、ちょっと見ておくわけです。こうやってね。で、垂直を取らないと、こうやって斜めになったりしたら、こう、あれですね、こうなっちゃうんでね。もう字が部分的にしか映らないんで、こうやってね。で、まっすぐ。だから、曲がってるものには打てないです。曲がってるものに、まあ、打ってることもあるけど、曲がってるものは、こうやってこういくわけですよ、こうね。こうね。これ曲がってるものです。そんなのを応用すると、竹とか木とかね、こういう木、打っちゃうんですよね。こう焼けるわけですよ、こうやって。こうやってね。これ、ね、もっとカンカンにして温度高くすればできます。はい。で、ちょっとやってみますね。こうですね。で、こう、ずれないようにして、この時もう神経使うんですよ。こうずれるからね、息を止めつつ。ました。これですね。こんな感じね。いいですね。このね、同じ位置に毎回打たなきゃいけない。ずれたら字がはみ出ちゃう。字がね、はみ出たら困るしね。こうかな。こうね。こうね。こうですね。はい。まあそんな感じで作っています。っていうただの、つぶやきです。はい、また今後ともよろしくお願いします。